またまた数ヶ月ぶりになりました。今回も弓美容皮膚科クリニックさんの、インスタグラム、ホームページ、弓先生のブログを、お借りして紹介してきます。そして今回もこの方に来て、いただきました。こんばんは、中原中也です。それ前も言うてましたが、お気に入りなんですか？そうや。ブンストの中也が好きなだけでしょうに。黒猫、鋭いな。では、紹介してきましょう。今回はなんや？ゼオスキン、シーセラムです。ベタな、ゼオスキン。秘密結社みたいに言わないでください。葵ちゃんの苦労がわかります。最近は、葵の方がやばいで。やばい？看護師 F さんのインスタグラム、オンラインショップのホームページ、弓先生のブログをお借りします。看護師 F さんのインスタグラムって言うと、看護師 F さん個人のインスタグラムと思われるで。突然冷静ですね。弓美容皮膚科クリニック、スタッフインスタグラムから、看護師 F さんの投稿をお借りします。毎回こんなに長々と言うんか？お前が細かく言うてきたんやろが。そうやったな。じゃあ、お願いします。こんな方におすすめです。くすみ、シミ、日焼けによるため石でお悩みの方、赤み、ニキビなど、肌荒れが気になる方、毛穴が気になる方、透明感が欲しい方、ハリが欲しい方。主な成分、アスコルビン酸、お肌の色調を整え、内側から透明感を引き出す、コラーゲン生成を促し、お肌にハリを与える、アスコルビン酸テトラヘキシルデシル、お肌の色調を整え、内側から透明感を引き出す、コラーゲン生成を促し、お肌にハリを与える、酢酸とコフェロール&指機能、酸化ストレスからお肌を守る、スクワラン、ハリア機能を強化し、乾燥からお肌を守る。使用方法、毎日、朝、夜、化粧水の後すくに、1から2、フッシュを顔全体に塗布、他の美容クリームよりも前にご使用ください。ビタミン G の反応として、軽度の赤み、刺激感かける場合かこそいます。その際は、お肌への忍耐性を高めるため、徐々に使用量を増やしながらご使用ください。部分的に使用することも可能です。50ml、15,840円。ピュアビタミン C10% がパウダー状で配合されており、水で劣化してしまうため水が一切含まれていません。とても細かいパウダー状のサラサラとした独特なテクスチャーで、夏にもおすすめです。ご興味のある方は、スタッフにお声掛けくださいませ。パウダー状のビタミン C10% か、シミ、くすみを予防し、透明感とハリのある安定したお肌へ導きます。Cセラムは、ピュアビタミン C10% がパウダー状で配合されています。使用性ビタミン C も配合されています。ピュアビタミン C はダイレクトに効くので、効果はいいのですが、水があると劣化するので、劣化を防ぐため C セラムには、水が一切含まれていません。そのため、パウダー状の独特の塗り心地となっているのです。ビタミン C 特有の刺激で、塗ると、ちょっと、チクチク、感と少し赤みが出ることもありますが、その時だけですぐに引いてくるし、使っているうちに肌が慣れてきます。ブログには詳しく書いてますので、ぜひブログも参考にしてください。わかりやすかったな。そうですね、夏におすすめなのがいいですね。看護師 F さんも使ってるそうやから、みんな注目や。ゼオスキンなので、購入には診察が必要です。注意してな。では、ここで終わります。ご視聴。ありがとうございました。ほなな。